スズメと出会えて俺は変わった。確かに変わったんだ。だけど俺を取り巻く者はそれを許さなかった。俺の過去の姿が身勝手に変わることを拒んだんだ。結局俺はここへ戻るしかなかった。俺は自分の弱さに嫌気がさした。自分一人じゃ変われない。ここから動くことすらできない。そんな自分が哀れだった。俺が裏切ったのは俺自身。つながりは俺の手が全て断ち切っていた。俺の心にはもう誰もいない。何もない。だけどそれは間違いだった。一人、たった一人、スズメだけはいてくれた。スズメだけが俺の心とつながっていてくれた。あいつの手だけが俺をつなぎ止めていてくれたんだ。そしてスズメは教えてくれた。俺が生まれ変わるためにここでやらなければならないこと。俺が生きていくためにここで乗り越えなくちゃいけないもの。向かわなきゃならない場所をスズメは教えてくれたんだ。ここに俺とスズメの進むべき道がある。道？俺たちの未来さ。それを確かなものにするために明日もう一度自分の弱さをここで知っておこうと思う。ずっとスズメと歩いていくために明日ここから二人の未来が始まるんだ。でも和也君、安心しろ。俺はスズメが好きだ。スズメの手か。私の手男子よりでっかいもんな。これじゃつなぐ気になんないよね。やっとつながったか。時間がない。地上の娘よ、俺様に力を貸せ。娘、お前の名は？夢見。いいか、よく聞け。俺様の住む世界は万能の力アクトが枯渇していく現象に見舞われ、破滅の危機に陥っている。この危機を回避するにはお前の力が必要だ。誰？あんた？あんたではない。ムント様と呼べ。時間がないのだ。お前も見たはず。天上世界が落ちるのも、地上が死の大地に変わるのも、俺様に力を貸さなければ天上世界もお前の住むこの世界も破滅だ。これはいつもの夢？違う、夢ではない。夢見しっかりして。ああじゃないでしょ。もうスズメも心配だけど、あんたのことも相当心配よ。ムント。
ねえお母さん、私が今誰かと結婚するって言ったらお母さん許してくれる？違うわよ、家庭の話よ。好きな人でもいるの？いない。そうね、今はまだダメ。あなたはまだ子供だし、結婚は大人になって社会に対する責任や義務を負えるようになってからするものよ。私じゃまだ負えない？自分で暮らしていける？うん、いけると思う。いけない。どうしてわかるのよ。わかるわよ、親なんだから。チカラ、ゲームばっかりやってるんじゃないの。何すんだよ。もうすぐウルトラモンタロウ始まるわよ。あ、そっか。ねえお母さん、じゃあ子供には責任も義務もないってこと？違うわよ、あなたはまだ知識や経験が不十分で正しい判断ができない子供だって言ってるの。だから子供は社会や親に守られてるんじゃない。無責任でいいってことじゃないわ。責任は負えないけど無責任じゃいけない。どういうこと？子供の私には理解できないわ。へりくつ言ってるんじゃありません。じゃあどうすればいいのよ。一生懸命勉強なさい。将来社会や人の役に立つ人になんなさい。それが今のあなたの責任よ。宿題したの？私が未来に対してできること、そう、宿題がいいとこよね。みんなの未来なんて私がどうにかできるものじゃない。私は一人で生きてさえいけない。